皆さんこんにちは。元タカラジェンヌ女優である浜優子さん。今回は浜優子現在の病状とクズすぎる離婚理由について紹介します。まずは浜優子の履歴とプロフィールから紹介します。浜優子は日本の女優、元宝塚歌劇団雪組トップ娘役、東京市目黒区生まれ、大阪府豊中市梅花中学校高等学校出身。宝塚歌劇団時代の愛称は本名から敦子、息子は俳優の香川照之、孫は歌舞伎役者の五代目市川團子。宝塚歌劇団40期生であり、同期生にはなちわたる藤里美穂、浅取千穂らがいる。宝塚入団時の成績は64人中3位。1968年、息子の照之が1歳の時に、夫が16歳年上の愛人である日本舞踊家藤間紫のもとへ移り住んだため、照之が3歳の時に離婚。照之は浜が引き取り、母の協力のもと女優を続けながら育て上げた。過去に出演していたシリーズ作品が完結終了してからは、年間1ヶ月の座長公演及びその稽古期間、CM 出演を除き、2016年以降は新規のテレビドラマ出演がなく、悠々自適の生活を送っている息子一家と同居しており、一時期は元をも加わり生活していた。スーパー歌舞伎の創設者で宙乗りなどの演出を復活させ人気を集めた歌舞伎俳優の市川猿翁さんが、不整脈のため東京都内で死去した。83歳、元妻の女優浜優子は談話を発表し、偉大なる歌舞伎役者、安らかにと悼んだ。長男の9代目市川中車、孫の5代目市川團子は、京都南座で、9月花形歌舞伎新水古殿を騎乗に務めた。葬儀は家族葬で、後日お別れの会を開く。歌舞伎の可能性を押し広げてきた革命児がこの世を去った。猿翁さんは澤瀉屋の中心的な存在として古典を継承発展させる傍ら、新たな作品を創造、宙乗りなどスペクタクルな演出は当時の保守的な歌舞伎俳優や劇評家から酷評されることもあったが、自身のスタイルを通し続け、次第に宙乗りは歌舞伎の演出として認められていった。86年には現代劇と古典歌舞伎を融合させたスーパー歌舞伎を初上演。従来の歌舞伎とは異なる魅力を放つ舞台は多くのファンを獲得してきた。03年に脳梗塞と診断されて以降、療養生活に入っていたが、舞台への情熱、復帰への思いが衰えることはなかった。12年に2代目猿翁を襲名し、一時復帰を果たしたものの、晩年は寝たきりの生活になっていたという。私生活は波乱万丈だった。65年に結婚した浜との間に長男の中車が生まれたが、日本舞踊家で女優の藤間紫さんとダブル不倫の関係となり、68年に離婚、中車とは絶縁状態になった。それでも11年に行われた4代目猿之助、9代目中車の襲名披露会見には不自由な体を押して出席。息子と45年ぶりに和解した猿翁は会見で、浜さん、ありがとう、恩州の彼方に、ありがとう、ありがとうと別れた妻へ心からの声を漏らした。浜は闘病の末に旅立った元を、本当によく頑張ってくださいましたとねぎらい、これからは戦火より中車、團子、澤瀉屋一門をずっとお見守りください。偉大なる歌舞伎役者、安らかに、お休みくださいませと敬意を表して追悼。私は、今度こそが、本当のお別れでございますと惜別の言葉を送った。甥であり自らの後継者だった市川猿之助被告が、自身の弟である市川團四郎さん夫婦の字を幇助したとして起訴されるなど、激震が続く澤瀉屋。虚勢は様々な思いを胸に込めて天へと旅立った。市川猿翁さんは1939年に3代目市川團四郎の長男として生まれ、7歳の時に市川團子を名乗って初舞台を踏みました。23歳で3代目市川猿之助を襲名した後は、伝統にとらわれない歌舞伎を目指して、宙乗りなど江戸時代のけれん味のある芸の復活や古典歌舞伎の新演出などに意欲的に取り組みました。また大和猛をはじめ日本の古代神話などを題材に、分かりやすいセリフや音楽を用いて現代風にしたスーパー歌舞伎と呼ばれる新しいジャンルを作り上げるなど、伝統的な世界に新風を吹き込み、
歌舞伎界の革命児と称されました。このような功績が認められ、2010年には文化功労者に選ばれています。猿翁さんは2003年に脳梗塞を患ってからは一門の演出や監修に専念してきましたが、2012年には猿之助の名跡を大いに譲ると、同時に本人は二代目市川猿翁として襲名披露の舞台にも立ちました。歌舞伎俳優の市川中車さんこと香川照之さんは猿翁さんの長男にあたります。猿翁さんは東京都内で不整脈のため亡くなりました。83歳でした。二人の慣れ始めについては、同じ舞台への出演をきっかけとする説があります。その共演から交流が始まり、交際に発展、ついには結婚という流れだったのだとか。共演した舞台は1961年に上演された香港という噂がありますね。当時この舞台を見ていても、出演者の二人がカップルになり結婚まで至ると予想できた人はいなかったかもしれません。ただこの馴れ初めエピソードはあくまでも噂、共演がきっかけという話だけ拡散されているらしく、情報ソースまで語られることはないようです。双方のウィキペディアなど経歴やプロフィールがわかるものを見ても、やはり確かなことは不明。結婚した事実だけは明確に書かれていても、馴れ始めには触れていないものばかりです。二人の結婚を知っている人でも、馴れ初めは聞いたことがないという人も多いのではないでしょうか。かつて週刊誌などに書かれた可能性もありますが、信憑性については怪しいかもしれません。ウィキペディアにも書かれないほど存在感がないのは、話題に挙げる人が極少数だからではないでしょうか。その理由は、証拠がなく真偽不明だからとも考えられますよね。本人たちにも馴れ初めをあちこちで語った様子はありません。確かな情報が見つかるまでは、今後も目立たない噂話として細々と残っていくのかもしれません。情報が少ない馴れ初めについては、スピード婚だったらしいという噂もあります。何でも交際スタートから結婚までの期間は数ヶ月、ごく短期間で仲を深め結婚を決断したというのです。1961年の舞台がきっかけなら、1965年の結婚までは数年間あります。噂が本当ならすぐに交際を始めたわけではないのでしょう。ですがこの話にも証拠はありません。舞台共演よりさらに目立たない噂であり、 SNS でもほとんど話題にならないようです。やはり真偽不明なため、誰も信じる人がいないのでしょうか。デマの可能性も高そうなので、ネット上で噂を見かけてもあまり決めつけない方が良さそうですね。浜さんが夫に女性の影を感じたのは、結婚して1年半ほど経った頃でした。間もなく猿之助さんは家を出て、その女性の元に移り住んでしまいます。浜優子さんは猿之助さんの帰りを待ち続けますが、思いは届かず、息子が3歳の時に正式に離婚。実質的な結婚生活はわずか1年半ほどでした。離婚後はシングルマザーとして実母の力を借りながら息子を女手一つで育て上げています。夫市川猿之助さんが家庭を捨てて選んだ女性は、日本舞踊藤間流支配家元の藤間紫さんでした。ところが藤間紫さんは16歳年上の人妻で、2人の子供を持つ母親、しかもその夫は自身の踊りの師匠。諦めざるを得なかった猿之助さんは浜優子さんと結婚しますが、藤間紫さんへの思いを断ち切れずにいたのでしょう。猿之助さんと藤間紫さんは一緒に暮らし始め、およそ20年後の1985年に藤間さんの離婚が成立。2000年2月28日には長きにわたる同棲生活の末に入籍しています。猿之助さんは61歳、藤間紫さんは76歳での結婚でした。藤間紫さんは猿之助さん演出の舞台正太鼓の主演も務めています。結婚から9年後の2009年3月27日、肝不全のため85歳で死去しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。